ラウンドゼロ、よし、さあ始まりましたラウンドゼロ。この番組は私キックボクサーの酒井秀信が中心となってお届けする格闘家トーク番組です。毎回あらゆるジャンルの格闘家の方々をゲストに迎えて、日頃その格闘技を愛し見つめ続ける人の視点を再発見し、トークや企画コーナーで盛り上がりながら格闘技の魅力をたっぷりお届けします。放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の同時生放送ですので、見ている方はコメントの書き込みをじゃんじゃんお願いします。また長野にある中野 M スタジオからお届けしています。公開生放送ですので、お近くにいる方は今からでも遊びに来てください。まずは出演者の紹介です。私は、キックボクサーの酒井秀信です。よろしくお願いします。そして、贅沢にもアシスタント MC がおりまして、今日のアシスタント MC は、はい、今回アシスタント MC を務めさせていただきますモデルシンガーのゆりと申します。かわいい、かわいい、かわいい。みなちゃんお願いします。はい、プレミアムエンターテインメント所属の女優の酒井美奈です。よろしくお願いします。かわいい、はい、よろしくお願いします。そして梅ちゃんお願いします。はい、元全日本キックボクサーの、フェザー級1位の梅下優樹と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、大輔、はい、全日本プロキックボクシング連盟、バンタム級チャンピオンの内藤大輔です。よろしくお願いします。内藤大輔はボクサーだ。ボクサー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 。はい、杉ちゃん、元全日本フェザー級の杉木正富です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなちゃん、はい、美術造形アーティストのかなときたかです。お願いします。はい、お願いします。かわいい。はい、今日はこのメンバーでお届けしていきたいと思います。俺は誰や、私は誰やね。あ、すいません、失礼しました。そして、3回前となる今回も素敵なゲストの皆様はさっき言いました。素敵じゃねえじゃねえか、それ喋り方。メインゲスト、皆さんもお気づきだと思うんですけども、今日はなんとこの方、元プロボクサーで世界ライトフライ級チャンピオンの渡嘉敷勝男さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしく頼む。はい、すいませんです。はい、はい、今日はこのメンバーでお届けしていきたいと思います。また来週。違います。ここでちょっとコメントがあればないですので、まず自己紹介、させて改めてね、はい、皆さんに自分たちのことをもっとしていただきたくための、詳しく自己紹介をしていきたいと思います。はい、まずはキックボクサーの、酒井秀信、キック界の悪魔王子こと酒井秀信です。よろしくお願いします。イエーイ。自分の悪魔多い、はい、いや、あれなんですよ、ナジーム・ハメド。あ、ハメドっていうことね、はい、そこから、俺顔見たら顔って書いてある、ね、そういう顔もそうなんですけどそういうちょっと戦い方をキックボクシングでしてたんですね。そこから来ております。はい、はい、ゆいちゃん、はい、見えるかな。はい、改めましてモデルシンガーをしておりますゆりと申します。よろしくお願いします。あと今、はい、あ、こっちですね、すいません。いいですね。あ、コメントありがとうございます。あ、ゆりちゃんだ。かわいい子ちゃんには早いんだ、みんな。はい、ゆりちゃん、はい、はい、今流行りのボクシング女子でございます。あ、やばい、殴られる。はい、随時殴りますので。殴ってほしい。逆に殴ってほしいとはコメントください。今から言って殴ります。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、かなちゃん、かなちゃんじゃねえ、みなちゃん、みなちゃん、普段はテレビの CM と映画とドラマなんかのエキストラを主にやってるんですけど、これからセリフがもらえるように頑張りたいと思います。お願いします。はい、お願いします。で、梅ちゃん、はい、はい、梅下です。
改めまして元キックボクサーの梅下です。今は、第一線からは退いて、会社員として働いていますが、今でもジムに行って汗を流しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ大輔、内藤大輔です。キックはもう全くやってません。もう何やってないか覚えてないぐらいです。で13キロ4キロぐらい太りました。お以上でいいのね。はい、困ったことないですか？困ったことない。じゃあ同じ内藤大輔くんの名前で。あ、もういつも偽物扱いで。そうだよね。ちょっと困ってますけど。王者ですもんね。一応ね、キックのね、チャンピオンですからね。それで騙せば違うか。はい、じゃあ次は杉ちゃん。杉木正富です。元全日本のキックフェザー級でやってました。今は建設業の方で働いてまして、キックとは全然離れているんですけど、まあ、去年19年ぶりくらいに江戸川の酒井君の主催の江戸川工業で久しぶりの試合ですけど、引退試合みたいな形のをやってもらったんで、まあ、見てくれた方もいるかもしれないですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり解体するときはキックで解体するの？もちろんです。もちろんです。はい、ね、杉ちゃん頑張ってってくれてますね。やった、ありがとうございます。飲み屋であった人でしょ、多分。そうですね。飲み屋でナンパしたい。じゃあ、いきますね。かなちゃん。はい、美術造形アーティストのかなときたかです。普段は造形工房でいろんなものづくりをしてるんですけど、はい、個人的にはこんなマスクとかを作ってたりします。ベッドフェスとか出たりしてます。あ、いいね。それ売ってないの？それこれ売ってます。あ、売ってるんだって言った方がいいよ。宣伝。売ってます。デザフェスで売ってます。見つけたら来てください。いや、いいよこれ。ありがとうございます。どうも。はい、よ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、さて、ここからはトークコーナーですね。まあ、そうですね。トークコーナーですね。あ、コメント来てる。ほら、コメントがちょっといろいろ来てるんで、まあ、ちょっと読んでみましょうか。な、私の親戚は杉良太郎。その下。あ、キックとムエタイの違いを教えてもらえると嬉しいです。じゃあ、キックとムエタイの違い。どうしよう。じゃあ、ちょっと違うんだね。どうしましょう。大輔から行きましょうか。いや、みんなに聞かない。みんなに聞かない。要はあれでしょ、キックボクシングはキックで、体式は肘とか膝があるんでしょ。肘も、まあ、まあ、俗に、まあ、ムエタイはミドル級、ミドルキックから上を蹴ることでポイントが、まあ、取れるっていう感じなんですけど、日本はどっちかというと、まあ、パンチの方が主体で、あ、まあ、その辺のルールというか、ポイントがまたちょっと違うって感じですかね。まあ、ざっとき肘もありだし、首相撲も一応ありなんで。うん、それでポイント貯まるとセブンイレブンかどっかで買えるわけですか？交換できるんです。まあ、ダメだこれ、ね、いや、いい、じゃあ大丈夫です。いや、大丈夫です。はい、じゃあ、はい、今年は、新年ということでね、はい、今年の抱負です。はい、ゆるちゃん、お願いします。はい、はい、そうですね、皆さんには、事前に書き初めで抱負を書いていただいたので、はい、順番に発表していただきたいと思います。はい、ではちょっと最初にまずにメインゲストの渡嘉敷さんから。僕からですか。はい、あ、いいですよ。お願いします。はい、お願いします。はい。はい、作品を、ま、全員配ります。お渡ししますね。はい。はい。あ、ちょっと見えちゃいますね。ここに行きますか。これはね、個性が出ますからね。はい、はい、じゃあみんなに行き届いたところで、はい、はい、じゃあまず渡嘉敷さんの書き初め、はい、よろしくお願いします。じゃじゃん。今年こそは2メートルの背丈に。マジです。いや、だって
みんな僕に会ったことないから、俺189とかさ、90cm、190cm あると思ってる人もいるからね。道で会った人が、え、こんな小さいのって言われて、本当は157cm です。え、ちっちゃいのに。ちっちゃいんだよ。でも本当にね、僕に会ったことない人は大きいと思ってるからね。間違いないでください。え、一応今年は2メートル目指してます。まだ伸びる。まだ成長期ですから。成長期。一生成長期で、ね。僕は成長期、彼は成長期。はい、危ないです。危ないですかね。危ないですからね。危ないですね。危なかった今。はい。次は。ちょあ、そういう時あれ、あ、そう、叩きましょうかね。叩いていいっていう。え、叩くんですか。承諾を得られて、ね、いいんですか、本当に。ギリギリアウト、まあ、今ちょっとギリギリアウトっていうことで。ギリギリアウトで、ね、ポンと。違う、聞いてないよ。聞いてないよ。次は、はい、じゃあ、はい、かなちゃん、はい、行きましょうか。はい、はい、あ、かなちゃんじゃごめんなさい、みなちゃんです。じゃあ、今年の方法は炭水化物です。炭水化物これよくわかる、これよくわかる。もう私身長が153cm ぐらいしかないんですけど、体重がだんだんと、うんうん、あの身長に近づいてきちゃってるっていう現象が起きてて、あ、それで炭水化物の米になりたいわけですか。それとパンとか食パンになりたいとか。それになりたいぐらい好きなんですけど、ああ、それを抜かないといけないと思って、あの夜は炭水化物をダイエットで抜こうかなと思ってます。で、炭水化物で、そうで抜くんですね。はい、炭水化物を抜く、うん、ちなみにもう始めてます。そうですね、ちょっとずつ始めてます。でもたまにちょっとやっぱつまみ食いしちゃう時もあるんですけど、意味ないや。でも頑張って、とりあえずね、57キロまでしてやって、はい、で、渡嘉敷さんと同じぐらいにしちゃって。でも渡嘉敷さんが全然体重は、ね、体重が僕の方がありますよ。身長65センチ。あ、65センチ、65センチじゃない、65センチ。マウントさんはサバ寄ってますよ。サバ寄って。はい、というわけで炭水化物です、私は。ちなみに、あと何て言ってましたか。コメントで、炭水は炭水化け物ってありますよ。あ、ほんとだ。炭水化物だな、これ。合ってるよね。炭水化け物、炭水って読めないとか書いてあるから。それとも面白く読んでくれたのか。うまいこと言うね、炭水化け物。俺めっちゃそうだと思って。俺もそうだと思っちゃう。炭水化け物が、炭水化け物ね、同じ。そうですね、ある意味同じなんだね。うまいね、うまい、うまい、面白い。はい、じゃあ次は梅ちゃんですね。私は、年々物忘れが多くなってきたように感じましたので、筋力向上で。筋力向上、はい、忘れる物忘れから筋肉を鍛えて補えようと思っています。よろしくお願いします。ちょっと待って、それ物忘れなのか、はい、それとも殴られてパンチ取らんかなのか。よく覚えてないです。それすらも覚えてない。よろしくお願いします。うん、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ次、はい、大輔で。はい、今年は自己抑制。自己抑制、そう、これいろんな意味で。どういう意味なのかな。ちょっと今いろんな意味で捉えると思うんですけれど、あの、まあ、うん、何でも自己抑制。あの、まあ、この時間なんでまだ下の方をね。そうです、下の方ね。すごい遊んだって聞いてるけどね。いやいや、違います。キックボクシング界で3番目にベスト3に入ったっていう。自称ですかね。じゃあ以上です。以上で、はい、はい、じゃあ杉ちゃん。はい、もうこれ仕事も絡んですけど、安全第一ですね。第一絡みすぎでしょ、ね、仕事絡みすぎでしょ。すごいちょっと、真面目に来ちゃいましたね。つまんね、ごめん。杉さん、守りに入ってるから。まあ仕事がね、守りに入っちゃった。大変なのね、足場組んだりね。そうですね、ということでね、うん、じゃあ99% 仕事がある。安全だしね。じゃあ、はい、かなちゃん、はい、かなちゃん、あ、うちの奥さんと一緒の名前が。作品出力、いっぱいいる。アウトプットです。はい、はい、アウトプット、はい、自分の作品をどんどんこういろんな人に見せていこうかなって思ってます。なんか情報社会だから、インプットの方が今多い中で、うん、自分の出せるものを出していかないとなと思って、
出しました、はい、あたくさん出すの世に出すの、はい、どんなもんがあるんですか。例えばさっき見せたこれしか今持ってきてない。さっき見せた時みんなあそれね、あそれ十分ですよねこういうのとか。ちなみにお値段はおいくらぐらい。これはいくらだったかな、3000円ぐらいで。おおいいね、安く、はあ、手作りでしょ。はい、あ出た出た、はい、ちょっとはめてはめてもって この画面にちょっと出てますけども、あのかっこいいかっこいい、ダンボールでロボットの腕を作ったのがあって、それが今ちょっと横に出てると思うんですけど。全然わかりませんね、ロボットに、うん、壊れかけの家みたいな見えづらいですね。でもその面はよくわかりますけどね作ってるのがあれかっこいい、子供喜ぶよねあれ、うん、これですか、うん、かっこいいかっこいい、結構誰でも、うん、それ通販で買え買えで、あの電話欲しい欲しい。描いてます、絵とかも描かれてます。絵はあんまり描かないんですけど、ボールペンで目玉ばっかり描いてますね。怖っ怖っ、自己紹介のところにも目玉描いてます、描いてます、描いてます。基本こういうのは一発書きでボールペンで描いて。うまい、うまいけどちょっと恐怖だね恐怖の気持ち悪いものが好きなんですだからいつもデートは夜中の3時とか2時3時とか偏見がするし、はい、じゃあ行きましょうか、はい、ありがとうございます。じゃあ、ゆりちゃん、はい、私はですね、幸運流水と書きました、はい、うん、これ私の好きな言葉で、うん、雲が雪、水が流れるようにっていう意味で、あの自由に生きていくっていう意味の四字熟語、すごい好きな言葉なんですけど、あんまり物事に執着しないっていう、うん、そういう性格なんですか。そういう性格です。あ、それはいいこと、いいことであり悪いことであり、そうですね人に結果が結構迷惑かけそうな感じもありますけどねバレました。字綺麗に、ね、ちなみにね、ゆりちゃんはなんか書道8段ということで、ね、すごい、1人だけ字がちょっと上手すぎますけど、ね、すごい書道8段、彼迷惑が15段だけど、俺ですかじゃあ俺がこうポンってはい、じゃあゆりちゃんありがとうございます、はい、じゃあ最後私ですね、はい、私はこんな感じです。身体健全、身体健全です。まあもう体がボロボロですからねあ今年は試合ができるかどうかちょっとわからない。だっていくつなの。もう46になる。46ですごいね、試合してるって、まあ、うん、ちょっと体があ、ね、今大変あの怪我だらけでしょうがないんですけども。じゃああなたの名前で保険金かけといていい。だってこの年でキックやったらこの年でキックやってんだから危ないよ、ボクシー日本なんか37歳で自動的に引退だから。そうなんですけどね、危ねえ、まあいろいろちょっと。そうですよね、37なんですよね。ボクシングはね37なんですよ、あのキックのね引退はまあ基本的にはあんまりないんですよ。個人ないんだ、もう自由だ、選手いつまでも選手が決める。おじいちゃんだと思う危ねえ、いろいろでね、とかしくさんも今度出るよということ。出ないよ、ね、これ以上背が小さくなったらどうすんだ2メートルですか、2メートル目標がね、はい、まあじゃあ、ちょっとね、まあコメントなんかはちょっとどうですか。とかしきさん叩かないでって書いてる誰誰ね俺を叩かないでって書いてくれてる書いてくれてる人は嬉しい本当あ、本当だ、はい、ありがとうか、慎重さが慎重さが慎重さが叩いたらね、叩くたびに慎重が叩く、消えちゃうじゃん俺消えちゃうよ最後でも嬉しいね、はい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、もう行きますか、じゃあ次にどこに行くの、はい、さて、ここからは本日のメインゲストの渡嘉敷さんにお話を伺いたいと思います。はい、渡嘉敷さんよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、みんなからね、ちょっとここに質問があると思うんですが、はい、まずは女子のね、はい、方からいきましょうか。まずはじゃあゆりちゃんから。あ、はい、質問ちょっとたくさん持ってきたんですけど、はい、とりあえず
みんなが聞きたい、みんなが聞きたいこと。たくさん持ってきたって嘘じゃん。本当にいいですよ。はいはい、本当 iPhone のメモ帳いっぱい入ってるんで。どうぞどうぞ。まずきっかけ、ボクシングに始めた。ボクシングきっかけ始めた。ああ、これはもう昔ね、よくあのテレビ出てる頃よく喋ったんですけど、具志堅用子さんの試合を見たんですよね。はい、はい、あのその頃はあの不良というアルバイトしてたんで、お父さんがね、親父がね、お前悪いことしてばっかりしてないで、ちょっと沖縄から出た具志堅用子という世界チャンピオンの試合があるから、見ろと、爪の赤でも先日で飲めみたいな。され方をして、何がボクシングだって、その頃空手やったんですけど、あんまり興味なかったんですけど、見たらすごい試合で感動しまして、そしたらたまたま同じその不良の中によその学校 あのボクシングのやつがいたんですね。でそいつがあの解説してくれて、この人はすごい人なんだよって言って、その代わり渡嘉敷と体格がそんな変わんないんだ。でその頃小さくてもこうバンバン大きいのをやっつけてたんで、急にジェラシーになります、尊敬からジェラシーになりまして、よしじゃあ俺が倒しに行くって始まったんですね。もうその次の日から走り出して倒しに行く準備してるんですよね。でその日にもう酒タバコ診断やめて、でボクシングに始まった。あれそれはね、ただのバカの不良学生です。そっからもう180度で転換して頑張りました。やっぱり生の試合を見て、生じゃないですよ、テレビで見たんです。テレビで、ね、あそれがね、具志堅さん最初倒されるんですけど、逆転で顔を晴らしながら、ね、血だらけないなら勝つんですよ。これがかっこよくて、これだって。それまでは僕は高倉健さんの映画が好きで、弱気を助け強気をくじく、俺はこんなヤクザになりたい、そう思ったんですよね。それがその試合見て、うん、ヤクザになる前によし俺はこの人を倒しに行くんだって夢をこれ切り替えてボクシングに出てきたんです。はい、で最初のジムはどこに？競泳ボクシングジムっていうね、たまたまあっちこっちを探して、あのアルバイトで入れなくて、当時まだこんな老けてませんから、ジャニーズ系の顔してるんで、なかなか17歳でも14、15歳にしか雇ってくれなくてですね、それであっちこっち探してるうちに新宿まで来たんですよ。で大体往復3時間ぐらいかかるんですけどね、もう横浜に住んでましたから。それで新宿でやっと見つかって、それで入って、ああもうこんな3時間無駄にしてるから、これ以上遠くは無理だって。で近く探そうとしたら、隣に代々木という駅があって、そこに競泳ボクシングジム、ここがいいやって入ったら、具志堅用子さんのパネルがあったんですよ。宿敵と同じジムかよ、毎日顔合わせて勝負できるわよと、もう心をこう弾んで、で入ったんですよ。で2年も経ってから、同門同士は戦えないってよかって、まあ、俺田舎に帰ろうかなと思ったんですけど、もうその頃は可愛がってくれた。よしじゃあ夢切り替えて、具志堅さんが取られたタイトルを俺が取り返す、これが来たんですね、翌年に。で、具志堅さんが捉えて、僕が9ヶ月後にそれを取り返すんですよ。で、夢は果たしたんですよね。でも本当は具志堅さんに勝ちたかったんだけど、具志堅さんとは同門で戦えなかったって。でもあれなんですね、2年も経ってから分かったんだよ、アホかい。まあ、スパーリングパートナーは有名ですよね。そうなんですよ、入会してね、3ヶ月で具志堅さんとやらせてくれって戦うんですけど、3ヶ月ですか？ボコボコにされましたよ。そう、いや最初は日本チャンピオンクラスがこう若いのが練習にこう来るんですよ。で1ラウンド5万ぐらいもらってやるんですけど、もうその代わり潰されてもいいわけですよ。具志堅さん練習も本気でやるから、みんなバタバタ倒せ、みんな潰れていくんですよ。で自分のチームの選手使うと、みんな潰されるんだからなって、よそから雇って1ラウンド5万ぐらいでやるんですよ。であっという間に4人ぐらいの日本チャンピオンクラスがみんな倒されて、残ってる時にトレーナーがたまたま僕も見てくれたんですね。具志堅さんトレーナーが僕を最初から見てくれた、はい、で僕は猛練習してるんで、覚えてくれてたんですよ、渡嘉敷っていうのを。渡嘉敷どうだお前、具志堅とやるかって。僕は具志堅さんの倒しに来てるから、おおこんなチャンスねえやと思って、はい、望むところですって。マジかお前やるのかって言って、はいって言って、でグローブつけに行ったんですよ、はい、でトレーナーがちょっとこちょっと変だな、こいつ危ないぞみたいので、で具志堅さんにちょっと遊んでやろうみたいな、遊んでやれみたいな。で僕は遊んでやれ、冗談じゃないよ、俺は田舎もね捨て、学校もやめ、盗んだ自転車もちゃんと返してきて、ね、彼女好きだった彼女とも別れてきてるわけですよ。中山美穂ちゃんとかわいい人とね、中山美穂ちゃんかどうかわかんない。じゃあいずれ僕の夢の中に具志堅さんと世界戦で倒され、そして、ね、僕の手が上がり勝利し世界チャンピオンになり、そして倒れ病院に運ばれ、そして死ぬ、ここまで筋書きがありましたから、俺は死ぬんだ、だから彼女とは別れとかなきゃいけない。
それから、ね、俺はチャンピオンになるためにね頑張るってきたんですよ、はい、すごい決意ですね。そう、もうそういう、もう思い込みの激しいやつですから、え、そう、思いっきりだから、そうやって学校も辞めて金た100万貯めて東京来るんですよ。すごいですよ、100万円ですよ、高校17歳の、ですね、やりましたよ。だからさっき言ったように遊びも全部やめて、朝晩働いてね、稼ぎました。もう使うこともないですから。中山美穂さんに、今昔小学館の学年誌で渡嘉敷かつお物語って読み切りあったのを思い出した。うわ、すごい懐かしい、何十年前の話でしょ。嬉しいですね、明日の今日ですな、嬉しいですね。当時からね、はい、見てる方がいて、今3分でここに来てくれたらコーヒー一缶めちゃめちゃ高速で来ないと来れないから言ってんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいですね。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、かなちゃんなんかもちょっとどうでしょうか。いいですか、はい、一番ひどかった怪我、はい、大変だ、治すのに時間かかったとか、これはちょっとすごかったなっていうのが、もうね、治らない怪我があるんですよ。これ脳みそが、なくないすぎて、僕ね、計算したんですね、あの計算好きなんですけど、計算こうして、あのボクシング人生でどれぐらい殴られたかと、はい、要するにスパーリングもやるわけでしょ、うん、それをまあ具志堅さんとやってる時からバンバン、それ試合も入れて練習試合を入れた、大体7年間ぐらいボクサーやったんですけど、計算すると3万回ぐらい殴られてるんですよ。まあ、殴られては治り、また計算してますね。殴られては治り、いやだって頭いいじゃない、一回のだって頭いいじゃない、一ラウンドでだって一ラウンドで何十発殴られるでしょ。それ何年も何ラウンドもやるでしょ。それ何年も入れたらもう何万発なるんですよ。で俺はおかしいのは、まあ具志堅さんには2万発ぐらい殴られた。他の選手とやって、まあ、なんだかんだ試合も入れて1万発、合計3万発ですけど。この症状が今ちょっと漢字が書けないのは具志堅さんのせいだと思うんですね。で病院行って俺が、いやこれ具志堅さんに打たれすぎたから漢字が書けませんって、その漢字は関係ありませんねって、あなたは勉強してなかっただけでしょって言って、それで、あそうかってよく分かってとにかく打たれましたね僕は。で一番僕、あのボクシング人生で25戦やってて、最後の試合が25戦目なんですけど、はい、その時にまで倒れたことないんですよ。それが最後の試合、これ後に15回防衛する記録、世界記録作る選手なんですけど、4度目の防衛戦でやってるんですよね彼の。で僕は1ラウンド初めてダウンしてるんですよ。倒しに行ってガーッと左フックっていったら、向こうの左フックがいち早くカーンカウンターでカタンでセブンって聞こえたんですよ。おコンビニだ、あ、それじゃない。余裕がある。倒れてセブンって聞こえた瞬間、あ、なんだ俺倒れてるじゃん、はい、俺でも倒れるかよっていう気持ちで、倒れたことないから、はい、本当にガンガン向かっていって、すごいいい試合して最高視聴率韓国で 96% の視聴率。その試合は韓国だ。そう、その韓国の大英雄が15回後に防衛するんですよ。すごいだからいい試合やったんですけど、それを最後に僕はやめたんですね。殴られすぎてちょっとおかしくなって、ちょっと変でしょ。いや本当にダメージ相当食いましたね。それ以外の大きな怪我はないんですかね。それ以外の大きな怪我はないですね。あ、ない、身長が伸びなかったことだけですね。またそこですね。はい、その交通事故ぐらいですね、あとはね。交通、それし、ボクシングの試合じゃないとね。で、あのちっちゃいから飛ばされちゃってちっちゃいから、ね。いや映画の撮影の時も飛ばされたんだよ車に。そしたらね、あのスタントマンがこうキューッと走って僕を避けていく役なんですね。僕が道路通る時にキューッと、そしたらね、このスタントマンが出遅れたんで、あやばいと思って調子合わせにものすごいスピード出したら止まれなくなって、キューッ、あこれさっきと違う、リハと違う音だ、あ絶対ぶつかると思ったらボーン跳ねられてドーン倒れたんですよ。でもその時に一瞬、あこれ危ないと思って背伸びしたんですね。そしたらあの衝撃が弱くなったんですよ。で上にボーン飛んだけど、ソーンドーンと落ちてパッ、あなんだいけるじゃんって立ち上がって、僕はそこを渡っていくんですけど、そしたらマイクが落ちちゃって、あーしまったってやったら誰ももう動いてないの、車ももう誰もみんな俺がトポン飛ばされてるもんだ。え3分4分誰も出てこないの、
え、どうしたんだどうしたんだ、おいおいって、そしたら警察が来ちゃって、今ここで交通事故あったでしょいやいやいや、これそれ言ったらもう大変だから映画ストップだから、いやいや何もありませんって言って、それでストップしたんですよ。でそれがたまたま相棒っていうあの刑事ドラマを撮ってる泉誠一監督って有名な監督が、監督が5分ぐらい遅れてきてコーヒー飲みながら、ああこのシーン撮影し放映していいですか、あいいですよ、俺のことは心配しといて、先にそれでもういやこれなかなか撮れないから、撮れないでしょそら、もろ事故ですからねたまたま運よく何にも怪我なかったんですね。そう、あの背伸びしたのが良かったね。そう、普段女性と並ぶ時もちょっと背伸びするんですよ、ね、なんていう映画、牛乳の皆さん惚れたらあかんっていうね、またまこじいさんのね映画なんですけど、もう飛ばされてますよ。ただあまりにも早すぎてよくわからないですけど、そう、もうそれから泉誠二監督があいつはすげえぞ、あいつは車に飛ばされても、いや違うな、世界チャンピオンはすごいぞってずっと言ってくれててね、必ず飲みになると誘ってくれてる飲みの時だけですからねでもその今でもその DVD というかあれば、ありますあります、もういやいやリアルな事故が見える見えますね、あの的場浩司、的場浩司君の惚れたらあかんという映画です。惚れたらあかん、僕がボーンって飛ばされてます車で。それがこう、この番組を見て売れれば、渡嘉敷さんにも入ってくる。入らない。入らない。いや、そんなんいらないですよ。どんどん見てくださいね。的場浩司君からね、またなんか家を一軒ポンと送ってくるかもしれない。おー。あれはだって持ってるからね、的場君はね。すごい世界だ。金の話ばっかりすんだ。じゃあちょっとコメントの方行きましょうか。はい。どうですか、次なんか喋るって何か喋る後ろ人顔変わらないそうですね、ねえ、次の質問は顔硬いの後ろの男性陣とかに振ってみたら、あ、いいですね、一回ちょっと振ってみ、うん、じゃあ、杉ちゃん行ってみましょうか。そうですね、次なんか喋れって出てるし渡嘉敷さんが現役時代とか得意だったの感じのラッシュみたいな、そういうのを練習してる時ってどういう感じのなんか意識してやるっていうか、どんな感じの練習をされてたんですか。いや意識はあんまりないですけど、ただ一生懸命こう早くねパパ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 って出そうという。俺もあのスピードとかを意識してたんですけど、なかなかスピード俺なくて、いや僕らはスピード練習をもう10ラウンドぐらい毎日ブワーッとやってましたもん。朝から30分スピードばっかりつける。そうやってスピードつけるとスピードが速くなるんですよね。で普通筋トレすると筋肉がついてスピードがなくなるんですけど、スピードトレーニングその後ね10ラウンドぐらいブワーッと速く、めちゃくちゃ速くずーっとやるんですよ。そうするとスピードもつきながらパワーもつくんですね。僕らの頃はでもパワートレーニングしちゃダメだって言われて、ああそうですね、スピードなくなるからって言ってね、今もうスピードつけながら力もつけるトレーニングがいっぱいあるんで、今の人幸せですよ。今のあのボクシングの方の選手はウェイトトレーニングとか結構やってます、あの井上チャンピオンなんかいるじゃないですか、バントの、けど彼もガンガンやってます。今はもうやる、もうスピードある上にパンチもあるから、今もう世界でいっぱいボクサーの中でベスト5って言われてる。で彼今今度は4団体あるんですけど、 WBA、ね、WBC、はい、IBF、WBO、 これ4団体のチャンピオンがみんな対戦するトーナメントに出てて、優勝すると20億、うわ、だから軽量級でもそんだけ稼げる時代になってきたんですね。面白いですよこれからね。もうなんかそんな話すると渡嘉敷さんの、もう俺彼の話したら目がパーンと渡嘉敷さんのタイトルマッチのファイトマネーは、いや僕は大したことするんですよ。一試合何千万ですかね。何千万ももらってんすね。いやただあのスポーツ1年間のスポーツ選手のプロスポーツ、はい、日本なんですけど、ベスト5に入りましたよ。でも俺こんな持ってない、こんな持ってないぞと思うぐらい使ってましたね。バンバンあの後輩とか先輩にもご飯食べさせたり、ね、旅行行ったりね。あれチャンピオンになると急に気持ちが大きくなるんですね。え、一番高い買い物は何しました。一番高いのは家じゃないですかね。あまあまあ、うん、田舎に家をね買いましたよ、親にね。親孝行ですね。あとはそんなしてませんね。あとはあの飲み食いや旅行にみんな連れて行って使いましたよ。もっと有意義に使えばよかったね。バカだから今21歳だからね。
バンバンだって12、3万の給料から何千万ってバンバン3ヶ月に返ってくるでしょ。でも計算がね、もうできなくなって、だから気持ちだけ大きくなっちゃうから大変ですよ。で女の子にもね、ね、バンバン手切れ金でバカ野郎読み上げてさ大変だもん。いやそんなことないです。まあ、いろんなことに使いました、ね、人生勉強に、すいません。トカシキさんの元女の人はこういうのコメント、いや、いや後ろの3人もチャンピオンだから、いや絶対3人のうち誰が一番遊んだか、あのこれ見てる人はバンバン書いて送ってください。あのこの人と私関係ありましたって。そういう番組やるね、これ。やばいよ。じゃあね、かなちゃん、あ、かなちゃんね、かなちゃん今終わったところで、みなちゃんでね、みなちゃんでね、みなちゃんは、みなちゃん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 、何かちょっと、ボクシング自体にあんまり、なんて、詳しくないので、ボクシングの技？はい、お、教えてほしいです。はい、わかりました。クリンチがあります。ちょっと待ってください。技って、また俺すいません。何種類あるのか。何種類、そんなにたくさんないですよ。あ、本当ですか。ストレート、フック、アッパー、うん、上はあの、なんていうんですか、カウンターパンチだとか。カウンターパンチ、あ、はい、あとサミングとアブラハンズ、あとローブロー、あ、違う、そういうことです。スケさんは何が一番得意？僕、右アッパーが得意だった。右アッパー、はい、得意ってあんまり、ないですけど、まあどれかというとこれアッパーですね。そうなんです。だからよくアッパラパーって言われました。アッパアッパ。どうしましょうか、どうしましょうか。俺がまた行きますか。やっぱりね。はい、じゃあありがとうございます。どうせ叩かれるんだろう。ちょっとそれでほら、トカシさんまたコメントで、あのトカシさんプロデュースのダイエット腹巻きのその後はどうなったんだろう。おお、よく聞いてくれましたね。よく聞いてくれたことあんま言うとこれ全部書かったら入っちゃうんだよ。いや、これすごい売れたんですよ、これ。300万本。はい、トカちゃんクニチャンベルトって言って、昔ね。クニちゃんがもう、あの前世時代にね、太ったって言って、ちょうど僕がはめてるベルトをね、上げて。クニちゃんは山田邦子さん。そう、山田邦子さん、はい。痩せたんですね。これは10日で7キロやった。で、綺麗になったって、また週刊誌が騒いで、でなんでトカちゃんからもらったベルトでって言って、そこから、クニちゃんと私は金の亡者になってしまって、これ売り出そうよってなって、それをまんまこう作って売り出そうとしたら大手が入って、それが大手がまたやってくれて、はい、バン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 売れて、今はどうなってるんですか。今 はもう販売してない。もうあれじゃないですか、足復活なんかになってないで。だから、いやいや、でも今でも販売してますよ、通販で。どこだっけ、あの楽天とかね、あそこでまた出てきますよ。もう20年前の話ですよ。25年ぐらい前の話。はい、そんな前のでも今でもね。そうそう。まあ、でも今でももう楽天とかで言えばある。多分あるんじゃないですかね。じゃあ、あの今日ない時はトカシキボクシングジムまで電話ください。今日ほら、あのトカシキさん、あの後ろのメンバーもあのみんなあの十何キロ太ってるんで。十何キロ太ったら痩せてるじゃん。十何キロ太ってるんで引退して。ああ引退してね、もう酒タバコね。で、あのミナちゃんにも、あ、そうですね、炭水化物、炭水化け物のミナちゃんもね。いや、一番いいのはあなたの稼いだお金、私が全部持ってるのがいいんじゃないですかね。どんな食べ物買えなくていいから、それが一番いいんですよ、ね、いや、お金持ってるからなんか食べちゃう。またかなんでなんで、本当のこと言ったのに。ちょっと優しめに。はい、なんかどう他に何かあれば、はい、あ、じゃあ梅ちゃんお願いします。トカシキさんをずっと見ていて疑問に思っていることがあります。はい、竹市場で捕まった人は何をされてたんですか。あ、懐かしい。竹市場ね、あれそういろんなもん超えてくるんですよ。ジブラル海峡だとか、この、はいはい、あのなんだ、池の橋とかなんかね、渡ってくるやつ、はいはい、いろんなあるんですけど、僕はあのたけしさんたちが最後に戦う一つ前なんですよね。でもあの人食い穴っていう穴があって、そこに僕が入って、僕とあの大円寺さんっていう空手の達人が入ってるんですよ。で、5個あるうちの2つがその僕らが入って、そこにね飛び込んでくるんですよ。
で本当に僕中入ってるから一回いつ飛び込んでくるか分かんないからこうして立とうかなと上にこう上に乗っかっちゃってるわけですよ。向こうも見てる人たけしさんも入んねえなみたいな、俺の上乗ってますからね、こうビョーンと飛んできて、でそういう穴だったんですよ。で中でああこっちこっちって叩いたふりをしたりしながらやって、そこでだからストップしちゃうんですね。大概だから僕らの穴のところでストップして、あの向こうまで行く人は一人二人しかいない。はいはい、決勝ね、そうなんです。結構あそこで減りますよね。そう、あそこで、いや僕の前にだいぶ減ってきますけど、さすがに僕らのところでもね間違って落ちてきますよ。見てると入ってるところにどんどんあーって飛び込んでくる、入ってくるとバカ野郎この野郎ってやるんですけど、本当にボーン当たって、はい、穴狭いですから、そこに飛び込んでくるからなかなか恐怖ですよあれボーンで本当に中にいたんですね。言わしてくれました。そのせいもあるかもしれないです、ね、頭に頭に落ちてきますからね、治りかけだったのに治りかけせっかくせっかくって小田敷さんを初めて見たのが竹市場だったんですけれども、はい、その時にすごい世界チャンピオンだってことを知りませんでした。申し訳ありません。いや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 これね、逆に知ってる人たちはあいつ本当におかしくなったって言われたんですよ。1年ぐらい、かわいそうにって言われて勘弁してくださいよそう、あれはやっぱたけしさんからお声がかかってこう出演したとかなんですかね。あれとボクシング好きだからね、じゃあボクシングの僕が出たんで呼んでくれたのか、プロデューサーが呼んでくれたのかですよね、まあ、現役の時から交流があったわけではないですか。たけしさんないです、ないです。あ、そういうのではなくて、教育委員会は教育、 あれはね、頭が良すぎてね、出てくれって、あれもたけしさんですね。そうですね、あれはたけしさんでもね、そうです、そうです、うん、一時はしょっちゅうね、たけしさんと朝まで遊んだりね、しょっちゅうやってましたからね。だいたい巨船さんとゴルフのコンペでメインゲストのたけしさんなんですよ。朝5時まで僕と飲んでるわけですよ。大丈夫なの、たけしさん大丈夫って言ったら、大丈夫大丈夫、今日は巨泉さんのメインゲストじゃないの、大丈夫大丈夫、じゃあこれ飲んだら行くからって、あそうって、で5時半ぐらいまで飲んでベロベロになって、じゃあねって俺帰ってゆっくり寝てるじゃないですか。ほいで電話かかってきて、家内が、ちょっと大変よ大変よ、事務所の社長が慌ててなんか電話、何、はい、もしもしって、おとかしか、おいお前大変なことになって、どうしたんですか、どうしたんですか、たけしから来てないんだよ、何、いや、メインゲストの、巨泉さんのメインゲストのゴルフコンペで、たけしが来てないんだよ。来てない、いや、朝行くって言って、俺分かりましたよ。いや、来てないんだよ。おかしいな。それがな、その理由が、行けなかった理由がな、とかちゃんと朝まで飲んでて無理だったって言い、今日は行けませんって電話入ったらしいぞ。お前大変なことになったよとって言われて、俺のせいにしてんだよ。俺、その頃芸能界入ったのかって、ペーペーの頃ですよ、まだ1年ぐらい。俺のせいにする最悪ですよ。まあね。そういうのもあるんですね。そういっぱいあるんですよ。今も仲良くは。今会ってないですね。今会ってない。最近会ってない。じゃあどうあの観覧してるなんかこうどうですか。観覧してる人に、私が現役の時にね、まだ世界チャンピオンになる前に練習してたら、一緒に練習してたね、やめて、ボクシングやめてキックボクシングのチャンピオンになったって言うからびっくりしたねいや最近でもうちのチームに志村君っていうね、これはね、はい、大社長になってるわけですよ。48歳の、それが100もう180ぐらいあるんですけど、僕とこに会いに来て、徳橋さんこれ見てくださいってハガキ持ってきたんですよ、小学校ね、4、5年の時に書いたハガキの僕が返信したハガキを持ってるわけです。また汚い字なんだ、俺の字書いて、これ見てください、徳橋さん、うお、これ小学校の時に僕が書いて返信もらったやつです。で僕が現役チャンピオンの頃だから、今から30年以上前、で彼は後に高校野球出て、高校野球出てるんですよ。で今もう大社長だ。嬉しいよね、高橋さんが待てって言ってた方が、活躍してる、ね、そう、嬉しいですよね。そういう人がまたジムに来たり、それでまた一緒にやったら子が、ね、キックのチャンピオンまでなってる。
その、ね、嬉しいですね。あの今日観覧いらしてるキックのチャンピオンの方にあの裏話がねちょっと話言ってもらいましょう。ピー入れてください。ピー横ちゃんは、ないよ何にも。俺世界チャンピオンになってからちょっと遊びましたけど、その前は遊んでませんから。いやあの当時バカ野郎バカ野郎ピーピーピーヨコちゃんだ。あの当時珍しかった日本人同士の世界戦、はいはいはい、ありましたよ、うん、イーハ選手と。あったあった、はいはい、あの選手あの試合感動したんですけど、あの試合に臨むあの気持ちはどうでしたか。当時珍しい日本人同士の世界戦だった。ああやっぱり日本人同士だからこれ負けてられないね、はい。ああそういう気持ちですごいお互いものすごい練習して頑張りましたね。絶対負けられないっていう。で、ま、もう一つその感動したのは、はい、そのさっき渡嘉敷さんが言われたアッパーが得意だと、うん、そのアッパーを練習 してるのをよく見てたんですよ。あでその試合でアッパーが炸裂して相手をダウンさせて、うん、あれはものすごく感動しました。そうだから練習やったことってね出るんですよね。ああ嬉しいな、ちゃんとその見てたんだ。そうなんですよ、やっぱバーン倒したんですよね。いや嬉しいなぁ。まあいいところをとりあえず言ってもらって悪いところはピーピーいや真面目練習したよね、はい、真面目だよ君たち。あの頃はあの怖くてあの話しかけないもしませんでした。ああ厳しかったから、はい、ああ一生懸命やってたからね。真面目でした真面目でした。世界チャンピオンになってからですもんね。ちょっと遊びでした。でその尊敬してる先輩がこんなになると思います。おいおいこっちにって言うの。それはよく聞きます。嬉しいよね、楽しいよね。じゃあね、はい、もう皆さん ないですかね。ゲームしましょう。こんな感じでこんな感じでいいですか。こんな感じでいいですか。じゃあはい、じゃあここからは企画コーナーです。はい、みんなでいろいろな企画に挑戦していきたいと思います。はい、まずはカウント10からやります。やろうと思いますんで、はい、ゆりちゃん説明お願いします。はい、説明いたします。皆さんボクシングでダウンしたらカウントが10になる前に立たないといけないというのはご存知ですよね。はい、はい、ということで皆さんにはそれにちなんで、こちらにあるストップウォッチで10秒を測っていただきます。なるべく10秒に近いところで止めてください。ただし、10秒を超えた時点でノックアウトになってしまうので、その前にこれで殴られる、はい、あそうですね、しっかりノックアウトになっていただくので、はい、はい、で10秒ぴったりもアウトなんで、10秒ぴったりアウトなんですか。ぴったりもアウトなんです。なんでアウトなんですか。 9.99 ですね。はい、あ難しい、はい、その一番近いところで止めた方がチャンピオンです。チャレンジできる回数は1人3回までチャンピオンできます。僕ら本当は3分が得意なんですね。3分で戦ったでしょ。3分だったらこうラーメンであげてこうしてね。3分ヌードルどちらも3分です。でゆうちゃんありがとうございます。はいはい、それでは早速ちょっと始めたいと思うんですけども、まずはみなちゃんですね。はい、みなちゃんの方からこっちからスタートかな。そう、右押したらスタート、右押して右でストップで左でリセット、リセットです。はい、じゃあまず右でいきましょうか。10秒ですよ。1回目いきます。はい、せーの。数えてますよ、ね、数えてますよ。ここはちょっと沈黙になっちゃうのかな。はい、はい、そうですよね。イエーイ、はい、9バーン10きた。何秒ですか。はい、まず12秒03です。12秒03です。1回目でもう KO ってことでいいですか。はい、完全に KO 負けです。KO、はい、ダメですね。3回目あともう1回、はい、あともう2回、じゃああと2回です。ちょっと早めに行きます。この、ま、はい、待ち時間大変です。はい、待ち時間が7秒59。これ時計が間違ってるのかこの人が間違ってるのか、どっちだ。ノックアウトにはなってないですもんね。ないですもんね。そうですよね。はい、はい、じゃあラスト1回、ラスト1回どうしよう。いきます。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9
あ、いいんじゃない？これいいんじゃないですかね。いい感じ。あ、9秒66です。おー、9秒66。まあまあまあ、まあ、ありがとうございます。よし、まあ、いいですね。いい感じの記録。3回もやれ当たるでしょ。3回もやれ。じゃあ次は梅ちゃんですね。はい、行きます。じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、スタート。それは元日本チャンピオンだから絶対当てるよね。当たらなかった今か、ね、バリカンで頭を8秒5 8秒75。あれ、素人に負けた。1回目8秒75。はい、はい、じゃあ 2回目いきます。素人に負けた、はいはい、スタート。叩いてるのね。真剣にやってるね。仕事より真剣な顔で。はい、9秒03。おお、残念、負けた。9秒03。そうだろ、うん、はい、じゃあラスト、ラスト、ラスト。まだあるよ、まだあるよ。スタート。こんな真剣な顔、プロキックボクサーの時以外ないんじゃない。引退してから初めてです。9秒62。ああ、まだ勝ってる。まだゆうちゃんの9秒66がまだあれですね。初防衛、初防衛、ま、よし。はい、じゃあ大輔だね。僕結構ダウンしてたんで。ダウンしてたんで、これ多分ダウンしてたら分からないですよ。どういうの、寝てるから分からないですよ。寝てるから15分間止められてたんで。よーよーい、よいしょ。7、6、4、5、8、85、8秒53。だいぶ打たれてますね。まずいな。じゃあもう一回いきます。はい、よーい、スタート。テレビの向こうとか遅いんだろ。あ、これ遅いよ。9秒15。あ、9秒15。あ、それでも負け。2000来てますね。でもみんな9秒いったな。9秒いった。みんな9秒台か。ラスト、次大丈夫ですもん。ラスト、じゃいきます。はい、よーい、スタート。2、3、4、5。さっきと数え方一緒だと思う。9、10。あ、どうだ。9秒44。あ、9秒44ですね。次やったらいけそうだね、それね。じゃあ次はスギちゃんですね。スギちゃんはもう行き過ぎちゃう。9.9秒。行き過ぎ。9.9秒。じゃあもう全部行き過ぎちゃう。狙える位置ですね。1、2、3、4、5、6、7、8。ややこしくなっちゃう。と。もう意外と9秒16。10秒はいくんだね、これね。みんないい線いきますね。うわー、すごいな。もう一回いきます。じゃあ2回目、せーの。1、2、3、4、5、6、7、9、8、9秒12。ぴったしじゃん。やばいな、シンプルだし。シンプルだし。厳しいね。せーの、はい、3、2、6、5、8、7、6。10秒72。KO負け。鍋ちゃんはいる。はい、じゃあ次は、はい、かなちゃんですね。はい、はい、うわ、自信ないな。じゃあかなちゃん、はい、オッケー。はい、いきます。5、みんななんか言ってよ。なんか言わないと終わっちゃうんだよ。画面潰れなかったもん。はい、はい、8秒22。まず1回目は8秒22。はい、で、はい、じゃあ2回目ですね。いきます。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5。やだね、ここだけ映ってる。頭てっぺんだけ映ってる。あ、9秒22。おお、惜しい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 。もう一回、もう一回。9秒22。ラストですね。はい、抜かれるかもしんないよ。ラスト、はい、スタート。はい、1、2、3、4、7。だからやめなさい、やめなさいよ。9。はい、はい、あ、9
秒ぴったり。あ、9秒ぴったり。あ、すごい、それはそれですごい。よし、はい、じゃあゆりちゃんですね。今のところまだみなちゃんが、よしよしよし、1位でございます。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあまずゆりちゃん行きましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、9って9じゃない。9って止めてどうすんの。9って9じゃない。でも今いくつだったの。しくった、8秒87でした。8秒87。でもこっからスタートだな。あ、今もう一個数えてくる。あ、そうですよね。10までいってた。9って。もうちょい、もうちょい、もうちょい、はい、じゃあもう一回、二回目。そうだそうだ、はい、行きます。はい、これ三回やんだよ、これね。いいよね、絶対行くよ。行くよ、こう。行くよ、来るよって言ってる。10。はい、9秒75。おい、抜かれた。抜かれた。抜かれました。すごいチャンピオン。イエーイ、チャンピオン、チャンピオン。すごい、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 すごい。9秒75。はい、ラストいきます。ラストですね。はい。1、2、3、4、5。そのちゃんと見てるよ。かわいい。はい、9秒78。おお、またかな、記録。おお、じゃあ俺も 9.99 しかないな。いや、すごいな。どうせ彼は無理でしょ、あっちが。やばい。酒井くんが一個もな。ちょっとこれすげえなんかプレッシャーがかかってきたね。これ負けたら笑うよ、しょ、現役だから。現役負けたら笑うよ。って笑ってるし。じゃあ行きます。はい、1回目です。じゃあ行きますよ。よーい、スタート。1、2、3。何見てんの。あそこのエロ写真見てますよ。9。はい、と9秒75。おお、これ抜くの大変だな。9秒75。もう9秒75。ゆりちゃんが78出してます。おお、すごい。あ、なるほど。あ、有利だね。有利だ、有利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 。この人みんなおかしいな。ちょっと危ねえな、みんな。有利やな。じゃあもう、はい、2回目いきます。2回目です。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、よと。あー、10秒53。くっせー。よっしゃ、アウト。はい、外3キロ走ってきて。高橋さん、まだラスト1回あります。まだもういいよ。あと1回、どうせ無理なんだから。じゃあいきます。よーい、スタート。あ、1回、もう1回、ちょっとダブっちゃった。もう1回。よーい、スタート。叩いて。はい、もう合わせたな。やってくれるね。いや、やってくれるね、さすが。8秒31。お笑いチャンピオンさん、お笑いチャンピオン最高だ。やってくれたよ。ダメじゃないですか。もうでも、まあ、9秒75があるからね。俺ちょっと、はい、じゃあほら、みんな、すいません、漢字読めないんでタイムも読めないと思います。ハリセン4勝いきますか。ハリセント10秒。ハリセント、ハリセント。ちょっと待って、かわいい。かわいい。女性ぐらいで入ってます。じゃあ、かなちゃんからね。かなちゃんから。いきますよ、じゃあ俺変態か。いきますよ、いきますよ。はい、はい。これダメですよ、みーちゃん。みーちゃんダメだろ。みーちゃんダメだろ。そうか、みーちゃんダメだろ。いきますよ。よーい、スタート。はい。あっ。はい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 。7秒だよ。子供か。俺おかしいな。ちょっと待ってよ。7秒です。ボクシング界のね。ケイにかけても行くよ。まだ。行くよ。はい。よーい、はい、スタート。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。わあ。ああ、危なかった今。俺横で見てた。10秒06。あー、わかった。よしよし、行くぞ。おい、ぴったし行くぞ。よしぴったし行くぞ。
よーい、はい、スタート。はい、あっち、え、あ、え、お、お、え、あっ、お、お、お、あ、まあ、止まってる、止まってる、止まってる、はい、じゃあ、みんな、皆さん、みんな、みんな見てなかったことにしてみましょう。よーい、スタート。今これ、これ見えるでしょ。はい、お、お、はい、全然ダメだ。さっき押すタイミングより1秒早い。俺横目で見てましたもんね。おかしいな。はい、6秒78です。6秒。これ全然ダメ。一番ベケなの元岡式さんですね。これね、どうしよう。ただうちのマネージャーの様。どうしよう。もう美女からのハリセンと結果発表。はい、結果発表ですね。はい、はい、じゃあまずこんな感じで。そうですね。すね、まず一番。私チャンピオンだ。9.78 で。9.78でゆりちゃんがチャンピオンってことね。ね、あの一番、まあ、ペケだったのが、そうですね、一番可愛かったのが一番最後の人一番最後の人がね、屋敷さんの 6.7 が一番可愛かった。でこれはどうしますかね。チャンピオンに殴ってもらいましょう。チャンピオンに、あ、じゃあいいですか、ありがとうございます。じゃあそんな嬉しいんですかそんな嬉しいの、俺憎まれてたの。はい、じゃあ次は、はい、どこかと思ったらこっちから。ひでえな、ここはひでえ挑戦。ではじゃあこっちも殴っていただきましょう。行きますよ。ちょっと罪に、あ、優しい優しい、なんか俺に愛があるのかな。ちょっと嬉しい嬉しい。はい、じゃあ残念だな、悔しいな。あれですね、じゃあちょっとこのコーナーは、これでおしまいで、次、ゆりちゃん説明、はい、なんか来てる、コメント、あ、コメントですね、はい、指揮者とボクサーとアナウンサーで3分を正確に測れる業種はっていう実験で、指揮者の 2,3 秒遅れでボクサーがここって言ってたってことは、ボクサーの人の方がちょっと反応が遅れるみたいな意味ですかね。ってことなんだね。アナウンサーは1分ぐらい遅れたらしい。アナウンサー1分ぐらい、でも指揮者ってすごい正確なんですね。うん、あ、あ、渡嘉敷がいるとか言いますよ。今入ってこられた方ですよね。ああ、前日に井上君はどう評価します。井上君どう評価しますか。お、あ、井上チャンピオン、井上チャンピオンはやっぱ強い。いやー、もうなかなか最近じゃ出ないぐらいすごいチャンピオンですよ。あ、これだ、あのダブル4団体の WBSS っていう世界大会4団体をね、統一する、それ絶対取りますよ。ああ、これかなり強い選手です。はい、5階級は行くでしょうね、彼はね。ああ、はい、行きます行きます。お墨付き、はい、あれ、なんか前日にアイス食べたら負けなかったかなって、これは、これ具志堅さん、あ、具志堅さん、じゃこれアイスを食べなかったから負けたんじゃないんだよ。これ1セットだったわけね、すっぽん食べて、これ食べて、あれ食べて、最後にアイスクリームを食べて、それで試合やって勝ってきたから、これをずっと1セットでやってたのが、その14回目の防衛の時に、はい、今日はアイスを食うなってやられて、え、ワンセットだったのに、え、それないでしょーみたいなので、その本当に負けちゃったんだよ。アイスのせいじゃないんだよ。それこれがイチゴでもダメだったわけですから。みんな知らない人は、おい、なんでアイスで負けたんだ、なんでアイスで負けたんだ、そんな強いアイスあんのかみたいな思われたんですけど、それは違うんですよ。ワンセットだったっていうことね。はい、これはちなみに、あの、渡嘉敷さんじゃなくて、具志堅さんの話です、ね。そう、具志堅陽子先輩の話ですね。はい。はい、じゃあ、まあいいですか、とりあえず、じゃあ次行きましょう。はい、はい、これでいいんですかね。はい、さて、次の企画は、ボクシング階級当てクイズです。私間違った最悪でしょ。ゆりちゃん説明お願いします。はい、はい、説明します。男子のプロボクシングでは現在17階級ありますね。はい、で皆さんにはその17階級を当てていただくんですけども、はい、ちょっとですね、ボードがありますね。ボードは今ちょっと、ボードが起きてます。今はい、ボードは今ちょっと、はい、ちょっと、はい、はい、ちょっと、でその階級で順番に番号が振ってあるんですけど、何番に
何級が入るかっていうのを皆さんそれぞれ答えていただきます。それでは簡単じゃないですか、はい、お、もう答え分かってるようなもんじゃないですか。で正解した場合はポイントをゲットで、間違えたら回答権が次の人に移ります。最終的に一番ポイントが多かった人が、ボクサーは分かるけどボクサーじゃない人たちだから分からないかもしれないね、皆さんね。でこのゲームそうだから渡航式さんに勝てるように仕組んでますからね。この向きに作ってそこ流されちゃってる。僕に勝てるよ。このゲームのみ、あの男性の方のみの参加ということで、はい、あ、そうなんですか、はい。で、この他の皆さん、あれですね、はい、これですね、あの何番を、まあ、そうですね、俺カレー何番がいいですね、カレー何番はここのメニューには乗っかってないんですけど、乗っかってないんだ、だからそうか、はい、これ全部空白になってるので、はい、何番が何級と、はい、重量が何キロ超え、うん、何キロ以下っていうこの重さだけ書いてます。順番に書いてます。それなら、それなら簡単ですよ。順番なんで、まあ、これはそうですね、はい、これできなかったら俺は小学生生き直しますよ。答え方はこれでやばい、変なこと言って数字何番が何級っていう答え方で、はい、答えてください。はい、はい、じゃあどうですかね、皆さんでしょ。じゃあどなたからいきましょうか。渡嘉敷さんから、僕が当てるね。スタートです、はい、僕から言うの、はい、僕だって 100% わかるじゃないですか。はい、一つ、まず一つ、はい、一つ、はい、これは自分のクラス見た方がいい。はいはいはい、お、16番ですか。16番ですか。16番、はい、16番何でしょう。何でしょう。何、ライトフライ級。おー、おーじゃないじゃん、当たり前じゃないですか。当たってわかるよ、当たり前じゃないですか。私が正解って言っちゃっていいんですよね。そうそうそう、正解です、はい、当たり前じゃないですか。じゃあみなちゃんですね。私も答えるんですか。あ、これは男子だね。男子だね。男子でしょ。男子でしょ。はい、梅ちゃんですね。はい。じゃあ1番ヘビー級。1番ヘビー級、正解です。はい。ちょっと磁石がね。磁石は取りにくいですか。取りにくい。はい。ヘビー級ですね。はい。じゃあ、大輔ですね。ちょっと見えないですけど。画面が、はい、何番目、何番目、もうちょい下、下自分の階級でいきます。自分の階級で、53.52、13番、13番、何、13番バンタム級、はい、バンタム、どうですか。はい、正解です。はい、はい、13番バンタム級、正解。すいません、これ見てて面白いですか。これ階級知って面白いですか。はい、間埋めていくのが難しいんじゃないですかね、多分。はい、じゃあ、ね、杉ちゃんだね。だから難しいよ。じゃあ、9番。9番。ライト級。9番ライト級、正解です、はい。これ最初はいいんですよね、だんだん。ですね、そう、でも、キックボクサーとちょっとね、体重が違うんでしょ、階級がちょっと違う。だんだんこれから難しい。一緒です。はい、一緒です。一緒です。一緒です。総合が違うんですね。あ、そうですね。総合が違う。はい、じゃあ、俺の方、はい、俺はじゃあ、はい、そうですね。じゃあ、11番のフェザー級にします。11番フェザー級、正解です。はい。はい。11番フェザー級。あ、はい、ないじゃん、はい、はい、はい、じゃあ、女性に話したほうがいい。じゃあ、渡嘉敷さん、あ、僕ですか、はい、じゃあ、一番下、17番、あ、そう、いっちゃうんですか、はい、ちょっと難しいところを取っておくと、多分分かんないですね。あ、じゃあ、難しい、俺が難しくなってじゃあ、ここ、7番7番、はい、はい、ウェルタ、正解です。はい、当たり前か。知らなかったはずじゃない。はい、とウェルタ、はい、じゃあ梅ちゃん、はい、10番、お、10番、アザブ、アザブ島、アザブ関係ねえ。スーパーフェザー級、10番、スーパーフェザー級、10番スーパーフェザー級、はい、正解です。はい、はい、両方いい方ですね、2パターン両方正解です。ジュニアライト級、はい、じゃあ大好きは、じゃあ、はい、答えなかったら殴られるんだよ。12番、スーパーバンタム級、スーパーバンタム正解です。はい、じゃあここもね、あ、はい、これ面白いね、最後詰まってきたら、うん、はい、で、スギちゃんがね、はい、最後の人は殴られる、見えない見えない、お、お、見えない、見えますかね、
何何結構上の階級がやっぱ空いてますね。そう、上ね、8番難しいね。8番がスーパーライト、はい、スーパーライト、はい、正解です。はい、はい、じゃあもうほんとこの辺ガラリとね、やっぱ日本人の選手、はい、上の階級が少ないから馴染みが、はい、じゃあもうだんもう分かりやすいところで、じゃあ6番でスーパーウェルターですね。はいはい、正解です。はい、これちょっと最後の人はあれだよ、これみんなに殴られるんだ。みんなに殴られるんで最後の人は、はい、かね、はい、はい、女性に殴られるさんですね。和式さん、はい、15番、15番フライ級、はい、正解です。はい、当たり前だよ、ね、俺ジム経営しててこれ背中で会長やめるって言われる。頼むっすよ。はい、梅ちゃん、じゃあ14番がスーパーフライ級、はい、14番スーパーフライ級、ね、正解です。はい、はい、上がね、はい、じゃあここまで、はい、はい、次は仙台助、はい、次ちょっと見せてもらっていいですか。はい、ね、どう、だんだんここから難しいよ。この上が難しいんだよ。5番、はい、5番ミドル級、ミドル級、はい、正解。そうそうそう、もうちょっと上行くと難しい、ね、この上がちょっと、はい、はい、みんな知ってんだ、馴染みが。はい、じゃあみんな知ってますよ、そら。あ、俺も見せてもらって、はい、ウェルダンは焼き方ってきた。面白い、面白い。ありそう、ウェルダン、ウェルダン級、ウェルダンって来た。4番、はい、スーパーミドル級、スーパーミドル、正解でーす。はい、はい、じゃあここでさあ、多分この辺ぐらいから、はい、これ難しい、この辺ぐらいから、あの、キックのね、選手はちょっとね、うん、じゃあこれ僕らでも難しいですよ。じゃあどうしましょうかね。次誰、次誰、梅ちゃんが外れにするのに、はい、はい、みんな殴るよ、じゃあ殴るよ、殴るよ、どうしましょう、ウェルダンは下にしましょう。17番がウェルダンの焼き方、ミニマム級ですね。ミニマム級、正解です。はい、さあ、上2つ残しました。お、意地悪ですね。これ意外に難しいんだよ。誰誰、トカシキさん、あ、僕か。これ間違う、これここの2つ、これ間違う、恐れあるな。そうなんですよ、ここは間違い、これ意外に僕らね、あんまりでかいクラスすぎてね、あんまり考えないからね、分かる、これね。さあ、じゃあヘビー級の下がクルーザー、はい、2番、ね、2番、はい、はい、正解です。やったー、当たっちゃった。あ、正解、もう進出、はい、でも最後はね、どうでしょう、梅ちゃん。はい。次難しい。何でしょう。ライトヘビー級。お、正解。はい。逆でした。逆でした。そう。皆さん分かりましたね。はい、もうこれはね、みんな分かんないとね。よかった。頭打たれすぎって言われる。じゃあね、もうこれはね、もうしょうがないね。もっと難しいのやったよ、漢字問題とか。できない。まあちょっと、じゃあちょっとコメントの方をね、はい、ちょっと見ましょう。あ、な、杉木さんかっこいいってなりましたね。でもこれ男だよ。あ、男なの？男。PT さん。高い。高橋さん相変わらず背が高いですね。違うんですね。変わらず。背が高いですね。若いですね。若いですね。あ、若いですね。バカいですけど、ね、あ、ほら、あの、あ、沢村さんの方、こだかだね、沢村太陽さん、僕、沢村太陽さんに一時可愛がってもらって、うん、ゴルフコンペとかよく呼んでもらってて、娘さんがね、元アイドルで、すごい可愛い人でね、うん、あの、沢村さんお元気ですよ、はい、沢村さんは我々キック仲間でも多分伝説の人ですよ。まあ、会ってないかな。やったー、俺会ってるよ、会ってる。俺は、我々も会ってないですね。僕らにとってもね、すごい人でしたよ、やっぱりね、憧れの。あれ、トカシキさん、あの、モスキート、モスキートは、あの、プロにはなくて、アマチュアの一番下の、アマチュアのですね、階級、モスキート級、アマチュアのボクシングの下の階級はモスキート級っていうのは、ね、そうですね。今でもあるんですかね。アマチュアはモスキート級ですよ、一番小さ、あの、下の階級は、軽い級は。そうなんですね。うん、そうだね、うん、そう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 、大体そういう感じ。はい、大ですか。じゃあすいません、ありがとうございました。はい、それでは、次のね、最後のね、最後の
あのコーナーに参ります。次の企画、最後のコーナーは古今東西。これは日本人の世界チャンピオンの選手を皆さんで答えていただく。女性不利だよね。ちょっとあいあいよろしくお願いします。これは一応まあ女性も参加でなってるんで。はい、まあまあ有名な人がいる、まあ、そう有名な人がいますからね。はい、じゃあ説明させてもらいます。日本の男子プロボクシングでは現在まで92人の世界チャンピオンが誕生しています。約100年の歴史の中でね。はい、はい、今日のゲストの渡嘉敷さんもそのお一人ということで。はいはい、皆さんにはその92人を古今東西で答えていただきます、うん、古今東西なので答えられなかった方はすぐに脱落、うん、最後に残った一発ずつ最後残った方がチャンピオンです、はい、残るでしょ僕はじゃあ、ゆうちゃんありがとうございます。そしたら早速始めたいと思うんで、はい、渡嘉敷さんからまずスタートですね。僕がいっぱい知ってるから女性から、不利な女性から、ね、答えた方がいいんじゃないですか。回していきますか。どうですか。じゃあ不利な女性からのがね、僕ら言ったらもうあっという間に答えられなくなっちゃう。みなちゃんから。みなちゃんから。みなちゃん。アンティのみなちゃんから。時計回りで。時計回りで。はい、じゃあみなちゃんで。はい。いきなり言っていいんですか。そうか。いきなり言っていいんですか。はい。具志堅用高さん。はい。はい、じゃあ正解ですね。じゃあ次は、梅ちゃんでいいですね。はい、梅ちゃん。渡嘉敷勝男選手。渡嘉敷勝男選手。来たら俺言おうとしたの。はい。渡嘉敷勝男さん。はい。じゃあ具志堅用高さん。あ、ブー。ブーって。ブー。今言った。今言った。何聞いてたの。何聞いた。はい。タカさん。ブー。ちょっと。ブー。はい。殴って。はい。脱落。はい。聞いてなかったの。これ今ここで言ったやん。笑うな。よし、はい、次誰。はい、じゃあ次鬼塚勝也さん。はい、はい、じゃあ正解ですね。で、かなちゃん、長谷川穂積。おー、すごいすごい。で、ゆりちゃんだね。井上尚弥選手。おー、じゃあいいですか。ファイティング原田選手。じゃあ僕とかしますね。ボクシングはね、ボクシングはね、はい、宇和島こいつさんです。はい、乗り移ってきた。はい、みなちゃん。はい、私、うん、あ、私です。は？大丈夫ですか？熱あるんじゃない？私です。え、私？はい、みなです。どうする？これはどうする？どうする？酒井みな。世界チャンピオンになりました。え、何の世界チャンピオンだったの？ブブーですね。ブブーですね。そうか。え、一人しか知らなかったの？はい。そうです。じゃあ、マジですか？はい、じゃあ脱落二人目。じゃあ梅ちゃんですね。辰吉丈一郎選手。ああ、はい。で、大輔はアウトだから杉ちゃん。山口圭司さん。ああ、はい、出してます。はい、ありがとう。かなちゃん。亀田光希。ああ、そう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 。じゃあゆうちゃん。井上拓真選手。ああ、え、あ、そうそう。はい、じゃあ私は、薬師寺康江さん。じゃあ竹原真二君。ピストン堀口選手。確かに来た。いや違う、世界チャンピオンじゃない。じゃなかったですか。あ、だめだ、だめだ、割とみんな真剣に。いいぞ、だんだん難しくなってきたよ。今残ってる人は残ってますよ。5人。はい、5人。俺、竹原真二さん。あ、ブー。私が言った。あ、ブー。あった。なんでみんな聞いてないの？人なく言ったの聞いてないわけ。おかしいでしょ。はい。こんな近いんだ。まあ
まさかの、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 プロの選手が、わかる、パンチドラーさん、女子に負けた傷の代償が大きい、はい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 、誰ですかね、おい、もう優しい、はい、じゃあ次かなちゃん、ガッツイ始末選手、あーたー、すごい、じゃあかなちゃんですね、はい、ん、私、あかなちゃん、私ですね、ゆりちゃん、ゆりちゃん、あれと伊藤正幸選手、おー渋いね、よく知ってるまあ、じゃあ、そうだね、じゃあ亀田智樹選手、おお、畠山貴教君、うん、ああこっから誰、どこに誰、あ、かなちゃんか、いや、あ、そこギュッと、もう出ないもうわからないです、亀田残りしかわかんない残りいるじゃん、残りいるじゃん、名前が出てこない、出てこない、残りは、じゃあ、何目、あ、何兄弟目、それわかるじゃん、1、あ、2、どっち、2、あ、当たった、大輝、亀田大輝ね、おお、ギリギリ次は次誰、お嬢さん、私ですよね、真剣に考えてます、いや俺も真剣に考えて、厳しい、もう厳しいじゃん、ちょケンシロウ、ケンシロウ、あ、おー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 、すごい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 、おお、よく言うタイミング、あれ、じゃあどうだろう、井岡弘樹さん、おお、すごいすごい、じゃあ井岡和人、あ、くそ内藤大輔選手、おおやばい、俺に勝てるやつ、下田明文選手、うん、え、下田さん、あ、そうそう、いや、そう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 、勝てるわけね、分かんないです、いや私パスで、ゆりさん、え、パス、え、パス、辞退ってことですか、辞退、ギブアップです、え、もう私しかいないじゃん、ロマンチェンコ、違う、日本人、日本人ロマンチェンコは素晴らしいけど日本人じゃない、もう出ないです、よく知ってたね、ロマンチェンコ、出ない、え、すごい、名前なんだっけ、私ユリです、え、でも正解なの、ユリ、あ、そういうことね、まあ、ユリ、アルバチャクね、うまい、うまい、ユリね、ユリ、オッケー、名前がやっぱりユリ、無理やり引きずられたみたいな、ユリさんは出ちゃったから、いっぱいいるよ、いっぱい、まだまだ、白井義夫さん、おお、すごい、初代、はい、海老原弘之さん、2代目です、名字の3代目か、3代目、3番目です、俺に勝てるわけないんですよ、え、次、私、ゆりちゃん、辞退です、え、まだ新しい人いっぱいいるでしょ、新しい人、じゃあ、大場正夫さん、おお、すごいすごいすごい、じゃ柴田邦明さん、おお、ダメだな、絶対勝てないわ、順番に言ってるもん、俺全部知ってるもん、浜田剛さん、おお、すごいじゃん、無車拓哉、すごい、その次を言うとかがすごい、いや全部知ってるっても、私は自分の住所分かんなくても、先輩の名前、
あーもう下の名前が出てこないですね。下の名前が出てこないです、ね、誰誰じゃあ名字だけどボッケーしましょう。名字名字だけど。じゃあ何でしたっけ。川島さん。おーおーおーおお。じゃあ渡辺二郎さん。うん、あ星野さん。おーおー星野慶太郎。うん、じゃあ玉熊くん。お。はい、レパート玉熊。うん、ああ。すごい出た人覚えてる。渡嘉敷さんがすごいって。いやいやもう他のこと忘れてもこれだけ覚えてます。時々彼らの名前も忘れるんですから。怒られるって。西岡さん。おおすごいすごいすごい。おお。あとは藤田健さん。もう絶対無理だなもう。早いですもんね。どこ。酒井さんがどこまで絞り出せるかみたいなゲーム。上から潰してる。あでもね。あれですね。時間もう時間切れで。セーフで。とりあえずはい、じゃあすいません、一応もう時間がないということで、まあ、同点ということで同点でよろしくすいませんよろしくお願いします。よろしくお願いします。わかりました。で、はい、ですねエンディングの方にちょっと入ります、はい、入るんですけども告知の方をちょっとお願いしたいんで、はい、まずは渡嘉敷さん。はい、告知ですね。はい、一応渡嘉敷ボクシングジムでダイエットしたり強くなったりしてください。渡嘉敷ボクシング、はい、見えますか見えますか見えますか。電話番号と、こちら住所の方が、はい、渡嘉敷ボクシングジム、はい、で来てください。楽しい、あの日曜日はまた楽しい会員さんが多いんでね、日曜日はあの渡辺美京っていうトレーナーがすごい面白いんで、ぜひ来てください。あの彼女募集です。はい、じゃあそしてもう一つ、ね、これもやらせてくれるの。はい、これは嬉しいですね。これはもうボクシング界のねすごい、あの貢献した方の娘さんのあのマッサージ、台湾マッサージってなかなかない、あの珍しいんです。これすごいいいんですよ。赤坂足湯という、そう足湯、足湯、そう、ね、見えますか見えますか見えますか。はい、もうぜひ行ってください。これはもう港区の方ですね。さっきは中野区。これはあの赤坂の TBS のすぐ近くです。はい、赤坂駅は上がるとすぐありますんで、ぜひあの言ってください。癒されますよ。これは、はい、あの渡嘉敷さんの名前を言えば結構割引がある。ああの叩き出されるかもしれない。いやでもよく来てくれたなってこれぐらい言われると思う。あの渡嘉敷ジムの方のか、あのなんですか、月謝とかは渡嘉敷ジムはね、あのコースがいっぱいありましてですね、あそのコースによって金額が違う、はい、集団コース、月団コースとかね、あの結構安いのは安いですから、はい、はい、じゃあこれを見たと言ってくれた方は入会金無料と。そうですね、これ見た方は入会金無料と、私とにらめっこができるという。いい特典ですね。はい、じゃあ、以上で渡嘉敷さん大丈夫ですか、はい、ぜひ皆さん来てください、はい、ダイエットは 100% 痩せさせますんで、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ最後はね、私の、MC をちょっと、横で支えてくれたゆりちゃん、あ、はい、からの告知をちょっとお願いします。はい、はい、私は今ちょっとマシュマロ撮影会という撮影会に出演していまして、ちょっと次の出演がだいぶ先なんですけど、こっちかな2月16日の土曜日に新宿にて朝から、夕方まで出演しているので、マシュマロ撮影会ゆりで検索してみてください。イエーイ、はい、行こう行こう行こう、はい、はいはい、マネージャーチェックしておいて、チェックチェック。じゃあ渡嘉敷さん、今回ちょっと初めてね、はい、私がやってる番組にちょっといらしていただきましたが、はい、まあこんなちょっとね、まあ、いや嬉しいですね。もう番組ですけど、ボクシング界もいっぱいしてるけど、僕もともと空手出身なんで、はい、もう格闘技大好きなんですよ。だからもうキックの世界も大好き、総合の世界も大好きで、だから皆さんに会えたのって本当に良かったです。楽しいですよ。これからも一つあの飲みに誘っていただいてね、ご一緒になります。わかりました。はい、はい、じゃあ、皆さんもう告知の方はないですね。はい、OK で、はい、好きなこと言ったら彼氏募集とかないんですか。最後の最後で最後のお願いします。だって来ちゃうよ。それで一応どんな人って言った方がいい。どんな人、やっぱかっこいい人がいいです。
はい、はい、落ちました、落ちました、落ちました、全落ちたんです。はい、じゃあ、かなちゃんの方はどう？私は、まあ、とりあえずいろいろものを作っていくんで、はい、どこかで見かけたら買って。そう、さっきの売ってる店のほら、名前言った方がいいんだろ。店は出してないんですか？店は出してない。ネットでほら、ネットで、じゃあネット通販でできるようにしとくんで、はい、お願いします。なんかこう名前でやればわかるような感じで。欲しかった。これ出しながら、出しながら。じゃあすいません、またちょっとよろしくお願いします。次回もありがとう。さよなら。さよなら。バイバイ。